オランゴ干渉はフィリピン中部ビサヤ地方にある群島。干渉となっている。所属する行政府はセブ州ラプラプシとコルドバに分かれる。マクタン島の5キロメートル東にあり、セブでも有数のリゾート地である。自然保護区としても名高い。オランゴ干渉はオランゴ島、サルパ、ギルターンガン、ナルジューン、クエホガン、バンガン、アン、キャンギーの7島からなる。 南は、ボホール海峡、北は、カモテス海、東は、オランゴ水道、西は、ギルトゥンガン水道である。オランゴ干渉は、西岸が切り立って、東岸がなだらかであり、干渉の高いところでも、海抜10メートル程度である。中央部は、ラグーンとなっており、中部ビサヤ地方では最も大きい合計4482ヘクタールである。砂浜、岩渉、平地、 海藻もば、珊瑚礁、マングローブの森、干潟、潮沼などの地形が見られる。オランゴ干渉のうちの920ヘクタールは1992年に野生生物保護地域に指定されている。オランゴ干渉は珊瑚礁が元となっている。岩石学的に二つに区分できる。一つは高新魚から先進魚にできたカーカー岩層。もう一つは第四期の層である。 カーカー岩層は、サンゴモが作った多孔質の石灰岩を元にしてできており、干渉の中央部を構成していて、ごくなだらかなすり鉢状になっている。この地形は、この層が貝や層類の死骸が石となって現在でも成長しつつあることを示している。第四期の層は、周辺部を構成しており、海流で集められた石灰質さが堆積したものである。このため、 この辺りの砂は、木目が荒く、貝殻の破片が混じったものとなっている。フィリピンの季節は、雨季と寒気の二つに分けられる。寒季は2月から5月頃、雨季は6月から1月頃である。また、6月から2月頃までは、温暖期、3月から5月頃までは寒冷期である。オランゴ干渉は、他の中部ビサヤ地方同様に、熱帯雨林気候である。 フィリピン気象天文庁によると、この辺りはおおむね暖かく湿潤で、日中の気温は常に23摂氏30度の間、1日の平均湿度は60から90%である。年間降水量は、西隣マクタン島のマクタンセブ国際空港付近で平均1579ミ、mm、リメートル、バランガイマリバゴで平均1440ミ、mm、リメートルである。 オランゴ干渉は一年のほとんどが激しい雪であり、寒気は短い。また、フィリピン諸島は台風地帯に属しており、オランゴ干渉は、マクタン島やボホール州の盾の役割も果たしている。オランゴ干渉は、ラプラプシ、コルドバという二つの地方行政隊に属している。11のバラン街に分かれており、そのうち八つは、首都のオランゴ島にあり、 島がそのまま、バラン街となっているパンガンアン、カオハガン島とともにラプラプシに属している。また、ギルターンガン島となるジューン島からなるバラン街は、コルドバシに属している。オランゴ干渉の1995年の人口は21928人、4382世帯で、ある。平均人口密度は3420人、平方キロメートル、人口密度が、 最大のギルターンガン島では9680人平方キロメートルである。小学校はすべてのバラン街にあり、高校は4つのバラン街に1つずつある。2001年の時点では大学や職業専門学校はない。古くから漁業が中心であり、海在区、観賞魚の捕獲、ボート操作、海藻栽培が行われている。その他に、天水農業、サービス業、 牧畜、雑貨商も行われている。近年では観光業も盛んである。1992年、コラソン秋野はオランゴ観賞を保護区域に指定したオランゴ島にあるサンゴ礁、マングローブ、海藻、沖合のサンゴでは豊かな生態系が作られている。とりわけマングローブの森はセブ州一の広範囲にわたっており、沖合のサンゴと合わせて様々な海洋生物が 暮らしている。干渉に囲まれた方は浅瀬になっていて、モンスーンや強風の被害を防いでいる。オランゴ干渉は、マクタン島の沖合にあり、世界でも有数の渡り鳥飛来地として知られている。オランゴ干渉には920ヘクタールの自然保護区があり、シベリア、中国北部、日本などからの越冬地となっている。フィリピン国内では最大規模である。 ここには97種の鳥がいて、そのうち48種が渡り鳥である。オーストラリアやニュージーランドからの渡り鳥は、オランゴ干渉を産卵地にしている。よく見られるのはカラシラサギ、シベリア大橋市議、ホーロク市議、チドリ、市議、オグロ市議、コウバ市議である。百九十二年五月十四日、当時大統領だったコラソンアキノは、大統領生命九百三号で、 オランゴ干渉の1020ヘクタールを保護区域に指定した。1994年7月1日にはラムサール条約登録地域となった。これはフィリピンの水潮生息地としては初である。ジンベイザメオランゴ干渉はダイビングスポットとしても名高い。旅行客は3カ所でダイビングをすることができる。北部のダイビングスポットはマビニポイントと呼ばれており、 水深35メートルまで潜ることができる。ジンベイザメなどのサメも見ることができる。この付近は海流が強く、流れの予測も難しい。北西のベリングは切り立った崖になっており、海抜20メートルから斜面を徐々に下って、水深73メートルまで潜ることができる。メジロザメ、マグロ、カマス、フエダイ、アジなどが見られる。南部のサンタローザは中心部から やや遠方にある。下が砂地の産瑚礁が水深15メートルほどまで続き、水深50メートルまで潜ることができる。浅瀬には魚が豊富で高砂、生ずるい、アジ、フエダイ、コショウダイなどが見られる。オランゴ自然保護区の鳥、ありがとうございます。